口座入って売り上げどれぐらい前に伸びました？マックス去年の12月でエステのも出して186万円ちょっと。タンさんリピートとかどうなんですか？リピートは正直 90% ぐらいリピート。では、超ハイブリッド集客メソッドの受講生の佐野さんと今日は対談動画をね、送っていきたいなと思うんですけども、佐野さんは実際受講していただいて、まあ、見る見るとですね、成果を上げてくださっているので、まあ、なぜそういったね、結果を出しているのかっていう部分をインタビューしていきたいと思います。まず、自己紹介をしてもらってもいいですか？愛知県一宮市の千秋町で、鍼灸マッサージとエステをやっている佐野誠です。よろしくお願いします。従業員が中入れてくれって言ってます。ああ、入れてあげてください、入れてあげてください。誰従業員？従業員。これ。あ、かわいい。あ、すげえ。24万を売り上げる従業員。どういうこと？この子に会いたくて、全身マッサージ来たりとか、繰り返し来たりとか。すげえ。すごいおとなしいんですよ。めっちゃ可愛い。じゃあ、せっかくね、抱っこしますね。そういうね、猫ちゃんを雇っている佐野さんなんですけども実際あのどういう状況の時にこうメソッド入ろうと思ってくれたかって覚えてますか？ちょうどコロナがマックスひどかった時に、うちの父親がどうも結構きつかったらしくて、私それを知らなかったんですけど、人少なくてお互い体の調子が良くなってきたから、これはこれで良しだなって思ってたんですけど、切実に今自分の給料を切り崩して経営してるって言われたので、で今どれぐらいなのって言ったら、もう100は全然切ってて、もう本当以前の半分以下って言われたんですよ。ああ、これは良くないなと思って、とりあえず100万の壁を超えないといけないというのが私の中で一つあったんで、それを私はエステでやった方がいいのか、こっちの下の鍼灸でやった方がいいのかっていうのはすごく悩んだんですけど、でもいろいろ見ていくうちに、この100万っていうキーワードのところがちょうど前川先生のであって、でそれを何回も見てて、これはもうやってみるしかないかもしれないと思って、ちょうどその頃私車を買い替えようとしてたんですよ。車を買い替えるお金をどうするかっていう、車にやるか口座か。そうなんですよ、コロナでどこにも行かないから、どこにも使うところがないから、ただただなんとなく溜まっちゃったお金なんで、もう車を買えようかなって思ってたんですけど、あ、でもこれはこれで自分のためだと思って入りました。じゃあその時に初めてちょっと経営についてやらなあかんわみたいな感じだったんですか？そうです、そうです。ちょっとお父さんのためにも自分たちのためにもみたいな。そうです、そうです。その時にいろいろ調べ物したりするわけじゃないですか、はい、その時に僕以外にもいろいろ出てきたんちゃうかなと思うんですけど。あ、出てきました。どんなとこ出てきたとかってあります？覚えてるのは Facebook でちょうど前川先生を見るようになった時に、もっと別のところで年間3億でとかそういうのが出てきたんですよ。すごいなとか思ったんですけど、正直そこまでは望んでないし、まず生活基準が元に戻るか、もう少しそれ以上になってくれればそれでいいかなっていうのがあったので、正直前川先生がちょうどよくて、かつ私の経営する中ではヒットしてるのかなっていうふうに思って、一度話してみないとわからないっていうふうで予約しました。個別相談ね。個別相談。そしたらもう Facebook なんかで知ってくれて、そこからメールを見て、もう個別相談行こうみたいな。あ、そうです、そうです。だから知ってくれてから個別相談行くまでってどれぐらいの期間？今日はもう2週間ですね。お、早っ。早いです。めちゃめちゃ早いですね。決めたらすぐだ。うわ、すごい。直感で生きるタイプなんで、どうしても。実際にこういった本質を私の公式メルマガでは伝えていて、こちらの1万人以上の方が登録している公式メルマガでは、私が開業6ヶ月で売上2万という全くの経営初心者から9ヶ月で100万達成、1年で200万達成、その7ヶ月後には回数券を使用せず週休2日半で336万達成できた方法を配信していて、白イン集客を継続してやりきれる環境を用意しています。そして公式メルマガ登録者1万人、YouTube 登録6600人達成記念で最新ノウハウを公開しております。最新ノウハウでは、チラシ&ホームページ集客、SNS 集客、
この速攻型と積み上げ型を組み合わせた超ハイブリッド収穫、リピート率8割超えの最強問診術、高額メニュー販売動線、継続課金モデル、秘密にされてきた思考術、白イン集客完全攻略、合計スライド238枚、リピート率8割強を実現する24ページの特別マニュアル、私が監修したゼロから始める一人白イン経営動画教材360分、前川雅治が実際に使用したチラシ3種、誰でも実現20分1万2000円の治療を実現した秘密のポイントセミナー映像160分、これら合計15個のプレゼントを新メルマガで無料配布しています。また1万人登録記念で100万達成者が続出した特別セミナー映像 SNS 集客完全攻略55分、あらゆる条件で100万達成者が出た実践者映像まとめを配布しております。合計178ページ以上、計15個の無料特典、特別動画教材100分が欲しい方は期間限定配信ですので、消えてしまう前に今のうちにこの動画の概要欄にてメルマガ登録をしておいてもらえればと思います。そして1記事5000文字以上の記事をすでに100記事以上公開しており、現時点だけでも50万文字以上の前川雅治の初心者のための集客ブログ、ヒロイン集客に必要なノウハウをつぶやいているツイッター、これらを含めた計15個の無料特典、特別動画教材100分がありますので、なくなってしまう前にぜひ以下の公式メルマガから登録しておいてもらえればと思います。お父様から大変やねんって聞いた時どんな心情でした？給料ちゃんと渡してたんで、大丈夫だと思ってたんですよ。給料制なんでこの給料が払えるんだったらまだちょっと余裕があるんだなとは思ったんですけど、うちの父親が心の余裕がなくなってきたんだなっていうのは気づいたんで、これはいかんなと思って。なるほどですね、はい、いいですね。お父さんたち嬉しいじゃないですか、そうやって自分のためにやろうって娘が思ってくれたら、そう思っててもらえると嬉しいですよね。どうなんでしょう、炭酸だけはね講座に来てくれるわけですけども、はい、実際結論として講座入って売り上げどれぐらい前に伸びました？マックス去年の12月でエステのも出して186万円ちょっと、200弱までいったんですね。もともとって大体どれぐらいだったかって覚えてます？私が知ってる限り、多分もともとが120弱だと思うんですよ。普通の経営で120弱にプラスエステ分がちょこっと入ってるっていうぐらいだと思うんですけど、それが一気に下がって、知ってしまったのはいくらぐらいだったんですか？10ぐらいじゃないですかね。なかなかお父さんメンタルやばかったでしょうね、ほんまに。もうなんか2ヶ月ぐらい外食行ったりするとすっごい、いやそりゃそうなるでしょ。ちょっとドキッてした顔してたんで、まあそうだよねっていうのはあったんですけど、辛かったんだろうなっていうのは。いやー、ね、辛かったでしょうね、思いましたね。もそれを聞いた時の佐野さんもね、辛かったやろうけどね、なんとかしないとみたいな。そうですね、なぜ今行ったんだろうって思って、もう少し早く行ったらっていうのはあったんですけど、いやなんかみたいなこと言われたんで、そしてこう講座入っていただいて、まあ、割と早い段階で売り上げとか上がっていってくれたんじゃないかなと思うんですけど、はい、どういった施策をやっていったかとかって覚えてますか？まず単価を上げました。ほうほう。単価を7000円から1万円上げることをまず最初にやったんですけど、なかなかうちの父親がその1万円に抵抗があって上げてくれなくて、最初7500円か8000円にしようって。お父様は自費でされてますか？自費です。ああ、すごいですね。保険は一切やってないから。一切なってないの？バリバリ保険の治療院の治療院だけど全部自費。あ、そうなんですね。機械も全部1回500円とか1000円とかっていう、やった分だけお金を払うとか、その分に関しては予約なしで OK。 ただ予約の時は全身治療がメインですね。はい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 。やらせてもらう。7000円ぐらいか、まあ、1万円に変えて、他は何かどうあります？私は施術時間を少し減らしました。何分から何分ぐらいに変わるの？45分ぐらいを30分ぐらいにしました。お、15分減らすと1つの機械1回分の時間分減るんで、はいはいはい、そうすると患者さんも帰る時間になるじゃないですか。少しずつ減らしてこうねってうちの父親にも言うんですけど、まだもう少しなんかこう納得いくところまでやりたいっていうのが多分あるんで、ちょっと遅れたりとかちょっと差はあるんですけど、以前と思ったら少し減らしたかなっていう。じゃあ結構な値上げになります。時短もして単価も上げたら。そうなんですよ。でも一応患者さんたちにもご説明したらそれぐらいのこともともとやってるからいいんじゃないみたいなこと普通に来たんで、正直1万円の単価にしようって私言ってもうちの父親に言うこと聞いてくれなかったんですよ。はいはいはい。だから私は患者さんに一応単価を上げようと思ってるのっていう話をしたんですよ。はい、でうちの父親は私の言うことを聞いてくれないと、単価上げないって言ってって患者さんから単価を上げるのを、はい、了承してもらうような感じで、逆にうちの父親に単価上げたらって大丈夫っていうのを言ってもらうような感じで説得してもらって単価を上げること。すげえな。
で、5月から単価を7000円から1万円に変えますっていうふうに変わりましたね。で、値上げをしたことによって売り上げがガンと上がった感じですか？まずそれが一つありました。そこで少し余裕が出たなっていう感じがあったんで、ちょっとほっとしたかなっていうのは、まあ、そこで止まることなく他にもしたかと思うんですけど、はい、他にはどんなことしたとかあります？まず私が初めて上のエステの方の回数券を入れたっていうのは一つ秘策でやって、回数券が売れることで単価というか売り上げがだいぶどんどんどんって上がったかなっていう風で、まあ、大体以前やってた時10万円いったらいいなっていうぐらい、あの趣味でやってるぐらいの程度だったんで、それをちゃんと本格的にしたっていう風でいくとかなり上がったかなっていう風。今エステはどれぐらいの売上があるんですか？だいたい30から40いったらいいかなっていうぐらいで。でもいいですよね、30、40だったら、あったらいいかなっていう風で、下もやってるからどうしても上を 100% やることはできないんで、 100% できるようにしていこうって思うと、私がこちらができないから、はい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 、従業員さんを正直もうあと1人か2人雇うとそれで回転入りますし、集客ができるようにもなるんで、そうすると私が上を任せてもらうような感じで、私こっちに積極的にやれるかなっていう風になると、私がしなくてもできる。どっちやりたいとかあるんですか、佐野さん的に？私的には美容が好きなんですよ。でも治療も好きだから、はいはいはい、ってなるとどこまでも美容の内容を止めようかなってなると、美容師はここまででやろうっていう感じで、でもエステとか脱毛とか送信は上でやれるようにしようっていう風になるので、ちょっとここのスペースでやれることの利用はやっていこうかなと思って、できないことは上でやってもらうっていう感じで、一応そこで立つ。なるほどですね。なんかいろいろできそうです。なんかスタッフさんに任せてしまって、そうです、佐野さんだけ単体でどっかでやっても面白そうですよね。そうなんですね。それはやってみたくて、なかなかそこで従業員を指導していくのはちょっとまだ初めてのことなので難しいなっていうので、ちょっとずつ教育しつつ、 2B とか 2C の中にエステの受講をやっていこうかなっていう展開はあるんですね。展開をさせてきて、でそこからちょっと見つけた人をどうかなっていうふうでいくといいですし、働き方はちょっと私こだわってて、その人の指名で予約があった日に対して、ちゃんとその人がこの時間帯まで働きます、でもこの時間帯働いたらあとは働かなくてもいいよというような感じで、ちゃんと働く時間決まってて働いてもらうと、その人も働きやすいですし、こちらも準備しやすいしってなるので、そういう働き方がいいなって思って、実現していくためにも。そうですね、はい、実際こう集客っていう部分皆さん聞きたいかなと思うんですけど、はい、集客に関してどんなことしてたとかあります？まあ、売上アップの施策として値上げ、まあ、回数券出たんですけど、はい、見てるとみんな集客が結構困ってるかなと思うんですけど、佐野さんの中で集客はどんなことしてたとかありますか？私はイベントに参加することを集客にしてた感じですね。イベントは地域のイベントですか？そうです、地域のイベントなんですけど、私エステの方のイベントにこっちの治療の方で出てたりとか。エステのイベントって地域ってあるんですか？あるんですよ。エステのオーナーさんが年に2回姫マルシェっていうイベントをやるんですね、内容としては昼下がりの奥様たちが少しでも心が癒されるようにっていうのをテーマにしてやってる感じなんで、はい、やる日も日曜日じゃなくて月曜日なんですよ。おうおう、女性をメインとしてる感じでやってるっていうところにちょっと出店させてもらって、マッサージやってもらって、こんなことでこういう風にやってますよっていうので報告と、あとはその日に予約したいことであれば予約サッと入れちゃうっていうで、イベントもちょいちょい聞くんですけど、はい、さて出店みたいな感じで施術はすると、はい、そっから予約なんか全然入れへんでっていうことがほとんどなんですけど。あ、そうなんですね。なんか秘訣あるんですか？イベント出て集客する秘訣ってあります？で集客する秘訣としては、その人にその時の一番辛いものとかがパッと消えたとか、こうするとこうなるよねって、これを押すと痛みあるとか、あ、今痛くないって、これは例えば腕はよく使ってるからだよとか、そういう風にアドバイスした時に、私こういうことやってるんですって言って信頼を築き上げて、それを15分間の間にどれだけできるかっていうのは自分の中で楽しんでやってる感じのイベントっていう。じゃあお客さんとしては受けてなんか違うすごいっていうのをかなり体験してもらうように意識はされてるところですね。そうですね。それはまず一つないと覚えててもらえないんですよ。おー、なるほど。実際去年の4月に受けた人が10月の時に来てくれて、で私もこの人来てくれたなって覚えてるんですよ。覚えてますかって言われたんで、はいはい、覚えてますよって、肩悪かった人ですよねって言ったら覚えてるんですねって言ってくれるんで、やっぱり繰り返しやってる時にやっぱりここはここまでしかできないから
うんうん、この先は予約した方がいいよっていうのは一言話して、うんうんうん、じゃあそれだったら予約するわって言って予約してきてるとかはありますね、すごいな。話聞いてる佐野さんってやっぱりこう先もお父様の値上げの時も患者さんに言ってよって言ってもらったりとか、なんかこう患者さんとのコミュニケーションって距離がすごい近いようなイメージがあるんですけど、うん、なんかその辺って意識されてることあるんですか？正直、うん、意識はあんまりないんです。ただ、うん、私一人っ子で、うんうん、私の父親の方の仕事場に時たま置かれて、で逆におじいちゃんおばあちゃんたちと勝手にみんなで遊べるっていうことが多かったんで、うんうんうん、その延長線みたいになっちゃってるのも一つはあるんですけど、うん、やっぱり整形外科さんとか整骨院で働いてた時も、うん、一応丁寧な言葉で話したりはするんですよ、はいはいはい、でもそれがすごく緊張するみたいで、はい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 、喋ってくれないんですよ、うん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 、で終わっちゃうんで、はい、それだったら地元の言葉でその人が話したい言葉遣いで喋った方がいいかなっていう風で、砕けた言葉終わり弁とか、はい、正直75のおじいちゃんにマジでっていう感じで喋るとマジでとか言ってくれるんで、そういう感じでちょっとフレンドリーに、ここに来たらお話聞いてくれる、ここに来たら楽しいっていう感覚は持っててもらいたいなっていう風にやってます。なるほどですね。撮影前もねちらっと、はい、SNS とかやってないんですかって言ったら、インスタ広告やってますよ、やり方わかんのって言ったら、患者さんにやってもらってるみたいな。そうです。意味がわからないですよね。患者さんが設定してくれるんですよね。そう、患者さんが設定してくれてやってみます。ホームページも今作ってるところですね。そうです。いつも患者さんがやってます。なんか患者さんがやってくれてとか知り合いがやってくれてうまくいった事例って僕知らないんですけど、うん、珍しいパターンですよね。そうですね。でも事細かにこちらも言っちゃうんでめっちゃ細かいなっていうんですけどそこがいいでしょうね、うん、だみんな知り合いと大体言えなくなって困ってるじゃないですか。そうですね、うん、その点めっちゃすごいなと思いますね。見てるとやっぱリピートとかも困ってる人すごい多いと思うんですけど、はい、サンさんリピートとかどうなんですか？リピートは正直 90% ぐらいリピート。やっぱりリピート元から高かったんですか？元は70いってないと思います。それなんかすごい不思議なんですけど、今聞いてたらコミュニケーション取れて信頼関係築くの上手で元からリピート取れてそうなすごい印象があるんですけど、なんでこう今までは取れてなくて今取れるようになったとか思います？ご自身で。前田先生の9月の受講の時にしっかりクロージングしてあげることで相手が安心するんですっていう授業があったんですよ。でそれを聞いてて、だったらあなたはこういう症状だからは言うんですけど、痛くなったら来てねしか言ってなかったんですよ。痛くなる前に変な感じがしたら来てねとかその程度だったんですけど、それをちゃんと期間決めてこちらから提示した日数を言ってあげることで、じゃあこれだけ通っていくと良くなるんだなとかそういうのが分かるみたいで、それだったら今週のこの日にちにまた来ますで、うん、よろしくお願いしますって逆に向こうから提示してくれるので、はいはいはい、いいですよ分かりましたって書いて、じゃあよろしくお願いしますっていうのでクロージングしてきました、うん、それでもリピート率が一気に9割まで上がりましたね。めちゃめちゃでかいですね。それね。そうですね、うん、だから先生にコンサルやってもらった時に、既存の人がある程度いるんだったらその人たちをしっかり捕まえることを大切にした方がいいっていうお話があったん で、はい、でもちろんあの最新の方も結構いたんですけど、うんうん、最新の人たちって1回か2回来ないんですよ、うん、だから最新になってる。はいはいはい、はい、なるほどね。あのここに来れば治るけど、うん、治ったらもう来ないよねっていう風な状態なんで、それをまず説明して、今こういう状況であんまり良くないです、うんうんうん、だけどこういう風にリハビリみたいな形で通っていただけると今度の予防にもなるし、うんうん、なりにくくなるからそこまでは通おうよっていう話をさせてもらって、どんだけ値段が低くてもリピートで繰り返してもらえるんで、うんうんうん、繰り返してる間に別の痛みとかあるんですよ、はいはいはい、そこもちゃんとアプローチしながらやれるしっていう風で通ってけば心配ないわっていう感覚になってるみたいで、それでリピート率が高くなってる。それすごいことです ね。やることいっぱいありますもんね、ここでは。本当にそうですね、うん、やることはいっぱいあります。ねえ、すごい。実際に講座入っていただいて、はい、1月スタートで5月ぐらいにも170万とかいったりとか、はい、その後またね180いったりとか、結構短期間にバババッと成果を上げてくださったと思うんですけど、はい、実際この講座入ってなかったらどんな状況になってたかなとかってありますか？単価を上げるってことをしないので、うちの父親が多分100はいけても、うんうんうん、100のところをこう行くぐらいで、うんうんうん、集客もできないっていう状況なんで、はい、多分どんどん下がっていくんだろうなっていうのも目に見えてました、ね、それでも下がっていってたら佐野さんどうしてたんですか？給料出されへんねん、ごめんなって言われたら、もう完全にこっちやらずに上でやろうっていう、もう上で狙っていこうっていう風な感じで考えてました。そうですね。実際講座入るのとかってお父さんに相談したりとかはあったんですか？一度しました。なんて言われたんですか、お父さんに？
最初先生のところの講座の値段を私知らなかったし、こういう講座あるんだってって見せたら、うん、2時間ぐらいじーっと見てたんですよ。感想言わないんでずーっと見てるだけなんで、ちょうどその見てたやつが単価が上がるっていうのを見てたんですよ。で見てて、うんって言って終わっちゃったんで、響いてるのかどうかもわからなくて、でも上げることで自分も少し時間ができるし、患者さんも上がることでちゃんと自分の施術に関してのブランドというか、こんだけのことやられてるんだってことを実感してもらえるからいいんじゃないっていうふうに言ったんですけど、響いてるのかちょっとよくわからなくて、じゃあお父さんのこういけいけとかいいんでいいよとかなく、もう独断で決められた感じですか？もうほぼ独断ですね。ちょうど永井さんにお値段聞いた時、こんなんなんですって言われて、ああ車買うかどうするか、いや車買っとるところじゃないなって思って、ちょっとごめん、あのこういうのがあってね、この値段だけど私やろうと思うんだけどどうするって言われたんで、賛成ではなかったですね。賛成というよりも値段を聞いてびっくりしました。今実際入っちゃうじゃないですか、入っちゃって数字上がってるのお父さんも気づかれてるかなと思うんですけど、今お父さんどんな感じなんですか？どう思ってくれてるとか、なんか言われたりとかってありますか？今正直毎日毎日値段を書くことをしてなかったりしたんですよ、その月にこんだけ稼げたらいいなって言ったりだったんですけど、今それをしなくても毎日書くことで、ああ上がってるな、今日こんだけ少なかったけど、明日飲んでこれるんだったらちょっと頑張ろうかなとかって自分の口で言うんで、すごい口で言うっていうことはちゃんと分かってるかなっていうふうに私は思ってますね。お父様っておいくつなんですか？今年71です。でも71歳そうやって変わるってすごいですね。大体頑固じゃないですか、やっぱり年齢重ねると。すごいですねそれ。でも嬉しいですね、そうやってお父さんも思ったらこう感じ変わってくれて、そうですね、結果に結びついてるんだったら、ずっとされてる方だろうから、自分の技術を高く評価してもらうってね、すごいことだと思うんで、実際佐野さん月曜日休みたいっていうの言われたと思うんですよ、カレンダーもなんかこう赤丸でぐわーって塗りつぶしてるんですけど、なんか月曜日休みたい理由って何かあるんですか？大きく2つあって、一つは今めちゃくちゃ頑張って集客というか、もっと売り上げを上げていこうと言って頑張って働いてるんですけど、やっぱり体力の限界っていうのを感じて、やっぱりどこかで休まないとダメだなっていうのを感じてるんで、それも月曜日にしようかなって思ってるのと、うちの父親ももう71になっているので、多少どこか悪いっていう病気のところもあるので、月曜日休めば病院行けますよね。まずそういうところで自分の体の管理ができるようにするために月曜日休みたい。大事。人の体見てて自分の体悪くなる人多いですもんね、本当に。多いんで。それは絶対早急にやっていきたいですね、それはね。したらこう、そもそも自分がね、昔苦しかった時あったじゃないですか、まあ、その時の自分だったりとか、今見てくれてる方の中でもやっぱり何とかしたいと思ってる方がいると思うんですけど、そういった方に何かメッセージがあればお願いしたいんですけど。今めちゃくちゃ苦しいと思うんです、上がらなくて苦しいっていうのもありますし、私の場合は単価を上げることで上げることができたんですけど、そこの委員でやっぱり特徴があるんで、その特徴を生かした上げ方をしてもらった方が長続きができると思うんです。で今実際5月値上げしてちゃんと100万超えて、それが100万下がることはもうずっとない状態で、すごい、ずっと平均150は常に超えてる状態をキープはできてるんで、何かやっぱりそこはコツっていうものがあると思うんで、そのコツを見つけてもらえばきっとポンと上がるんじゃないかなと。確かにそれはあるっすね。ありますね、決まったやり方しかね知らない人とかは、佐野さんの、ね、今日の話すごいヒントになったんじゃないかなってすごい思います。今後の展望として、これまあちょこちょこね出てきましたけども、どうしていきたいっていう部分があれば最後に教えていただきたいんですけども、今後やっていきたいのはエステの方の従業員を2人増やすこと。おお、2人も。2人増やすこととエステの回数券をもっと売れるように盛り上げてって、私は下で施術をやって、で従業員さんで上のエステを盛り上げてほしいっていうふうにしていきたいです。売上規模的には月どれぐらいをイメージされてるんですか？月平均を200にしていきたいです。おお、いけそうですねそれね。そうなんですよ。1人でも従業員が来て安定感が出てきたら、多分200は超えるんだろうなって思うんで。ちょっとその辺じゃあ考えましょう、求人でどうするかね。そうなんですよ、ね、求人を今いろいろ考えてて、求人募集って書いても人来ないぞっていう話をしてて、私のサポーターを募集中って書いた方がいいって言われたんで患者さんにもサポーターが必要だよねって言われるんで、面白いアイデアですねほんまに。結構私がアイデア出すよりも患者さんのアイデアの方が絶対いいんで、確かに
それはあるかも。そうやってね、また成果出た時またこうやってインタビューしてもらえたらと思うので、実際ね、こうやって見ていただいて、ほんといろんなね、成功の仕方ってあると思うんですね。皆さん見ていただいてて、チラシとホームページをやる、そしたらこればっかりやってる人がすごい多いと思うんですよ。これはもうみんなやってて、もちろん当たるところは当たるけども、当たらないところでは全然当たらないんですよね。でもコンサルってこればっかり言ってるから、それ以外の方法を知らない方がすごい多いなと思います。佐野さんが言われたように、その先生に合ったやり方って必ずあるので、今回であればもう来てくれてる患者さんを活用して、患者さんに紹介してもらったりとか、患者さんからアドバイスいただいて結果を出すっていう方法も全然あるので、ぜひですね、いろんな成功の仕方があるんだっていうのをね、この動画で知っていただけたらと思います。今日は本当に貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。